夢ラジオ第572回、今日は平成29年7月15日土曜日です。時刻は午後2時半。横浜港北、午後になりました。明るい一日です。午前中は入道雲がいっぱいでしたが、なぜかそれが消えて薄いブルーの空、初夏の空ですね。西に面した窓で放送しています。厚木の街がぼんやり見えますが、なんかキラキラ光っていますね。窓を開けての放送、少し風が入ってきます。572回目の夢ラジオ、今回は岩崎弥太郎を取り上げます。岩崎弥太郎さん、三菱財閥作った人ですね。もともとは高知県土佐の人です。坂本龍馬と同年代、弥太郎の方が一つ上ですね。まあ同年代で、その弥太郎とその龍馬が子供時代どうだったのかはよく分かっていません。ドラマなんかでは子供の頃から知り合いで、弥太郎が龍馬にライバル意識を持ってみたいな、そんな描かれ方のドラマもありますが、分かりませんね。江戸遊学しました。幕末ですね。帰ってきた後、帰還後は吉田東洋という人の塾に入ります。この吉田東洋さんという人はどういう人なのかよくわからないですね。なんかものすごい悪人みたいに描かれる場合もあれば、そうでない場合もあって、まあ、その吉田東洋の塾に弥太郎は入って、そこで後藤象二郎とも知り合います。後藤象二郎はさっきの吉田東洋の甥、そしてこの後藤が土佐藩の中で後に偉くなっていきますから、まあ後藤象二郎との知己を得たということは、弥太郎のその後の人生に大きな影響を与えました。やがて土佐藩が長崎に開いていた、あの、まあ、貿易会社ですね、今でいう土佐商会と呼んでおきましょう。いろんな呼び名があるんですけど、土佐商会、その土佐商会の長崎支店、こんな感じかな、土佐商会の長崎支店、まあ、そこを任されて弥太郎はあのこう長崎に派遣されたりするんですね。まあ算数が得意で、算術が得意で、ですからその商人としての才能は、まあ、若い頃からあって、それを見込まれたもの、そして
2回ほど1回帰還して、そしてまた行ってっていうふうに2回ほど長崎に赴任するんですよ、弥太郎はね。その2回目の時に、ここははっきりと坂本龍馬と長崎で行動を共にしています。これが1867年、要するに慶応3年ですから、もう龍馬が亡くなる年ですよ。この龍馬が亡くなる年に、あの弥太郎は長崎で龍馬と行動を共にしていますが、数ヶ月ぐらいですね。やがて龍馬が船に乗って京へ行き、それそのまま帰ってこないんですよ。11月に慶応3年ですね、龍馬が大宮っていう京都のその場所で殺されるんですね。龍馬がやってた海援隊をこの土佐商会が引き受けますね。あと長崎ではグラバーとも交流。龍馬と同様、弥太郎もグラバーから資本主義とは何か、株式会社とは何か、貿易とは何か、あと世界の趨勢はどうなっているかも吸収したことでしょう。この龍馬とグラバーとの関係、弥太郎とグラバーとの関係、これは実は幕末日本史の大きな部分なんですが、全く光が当たっていませんね。私も時間があったらここ調べてみたいところですよ。グラバーが単なる商人であったわけはありません。ジャーデン・マセソンです。何度も言うように、一体ジャーデン・マセソンはグラバーを通じ龍馬弥太郎にどんな世界を見させ、どんなメッセージを与え、それが幕末維新の日本をどう変えていったのか、謎に包まれていますよ今のところ。やがて長崎の土佐商会が閉店となり、大阪の土佐商会、この大阪の土佐商会にいた頃、明治維新、弥太郎はこの商会をつくも商会と変えるわけです。99と書くんですよ、つくも商会。この頃からもうこのつくも商会を弥太郎が任される形、土佐藩からね、もう幕末維新の頃ですから、この土佐商会あるいはつくも商会を土佐藩でもどうやっていいか分からず、もう弥太郎お前に任せるみたいな、この時後藤象二郎にそう言われて、弥太郎は引き受けました。でこの土佐商会あるいはつくも商会というのは、結局船ね、船を所有して、そしていろんな品物を運ぶ、貿易会社であり運輸会社でありという、そういう会社だったんですよ。その船を買うときに当然借金して買いますから、つくも商会には船もあるけど借金もある、しかも莫大な借金がね。だからそのつくも商会を弥太郎あと頼むぞって言われるってことは、その借金も頼むぞ、借金ごと引き受けましたね弥太郎は。でその日本国内の航路、日本国内の航路を開拓していき、そこにつくも商会の船を走らせて利益を上げていきました。
やがて社名を三菱商会、こう社名を変えた頃から完全に弥太郎のものとなります。三菱商会、そして三菱蒸気船会社、三菱蒸気船会社。新政府の大久保利通、そして大隈重信、この2人と懇意にしていたようです。弥太郎はね、大久保と大隈、日本国内の航路を開拓するときには当然コネクションが必要な場合があります。その時に大久保先生にとね、あるいは大隈先生にと口を聞いてもらって、大久保は内務卿、大隈は大蔵卿、つまり内務大臣と大蔵大臣のバックがある三菱蒸気船会社なわけですから、これは強い。運輸会社は他にもあったんですけど、ライバル蹴散らしましたね。やがて台湾出兵、明治政府が行った台湾出兵で、この台湾出兵の時に大活躍するんですよ、この三菱蒸気船会社が。まあ、三菱と言っておきましょうか。政府が台湾に兵を送る、そして台湾から兵を帰国させる、その時の船が必要ですね。その政府の徴用に応じる代わりに政府からも船を借り受け、そして出兵後もあの借りていた船をそのまま借り続けるっていう、これもう裏技ですね、こんな風なことは。まあ商人である弥太郎はこういうこと得意だったんですよ。あ、このように政治家と結託して商売やっていく、政商と言われました。弥太郎は政商、政治使った商人。やがて横浜上海航路、そして横浜サンフランシスコ航路、日本国内の航路だけでなく横浜上海、そして横浜サンフランシスコ、こういう航路を開拓、そして独占していく過程において、競争相手との熾烈なダンピング競争を三菱は繰り返しました。国内の会社と、そして海外の会社と、もうその蒸気船の値段が8分の1とか10分の1とかになっちゃうんですね。そのダンピング競争の時は利益が絶対出ませんけれど、相手も苦しいんですよ。それを勝ち抜いていったんですね、もう国内の会社。最初はその国内の会社が撤退、で次は海外航路で海外の会社とのダンピング競争、そしてしまいには海外の会社も撤退。やがて三菱が国内そして海外との航路もほぼ独占的に抑えるようになります。巨額の利益ですね、こうなってくると。弥太郎は湯島に本宅、清澄に別邸、あと駒込にも別邸、
これが今見る岩崎邸ですよ。そして清澄庭園、そして六義園。湯島の岩崎邸は今でもものすごいお屋敷が建っていますが、かつてはこの数倍あったそうなんですね。もう縮小して縮小して、そして今の岩崎邸は清澄庭園もそう、六義園もそう、この湯島の岩崎邸もそう、全て都立公園になっていますね。だから弥太郎および岩崎家のすごいところは、財を成しても最後はその社会に返しますみたいな、土地や屋敷や建物は我々のものではありませんみたいな、これ岩崎だけでなく日本の財界人よくやる態度ですね。一定の時期が経ったら、はい、公のものにしてくださいっていうね、自分のとこの建物や屋敷を。例えば横浜の豪商原三景の三景園、それもそうでした。市民に開放されています。あるいは飛鳥山にあった渋沢栄一の渋沢邸も今ではもう開放されていますね。結局その欧米と違って、日本の豪商であり富豪たちはその子孫に残さないんですね。でそうではなくて、はいどうぞっていう感じで、こうだから3代も経ったら普通の人みたいになっちゃうんですね。なんか頑張ってないと。でそれは悪いことのように見えるかもしれませんが、ね、過酷なことのように見えるかもしれませんが、言い換えればそれだけ富が偏在しないっていうのかな。単に引き継いだ、親から引き継いだというだけでものすごい暮らしが待っているという貴族制の社会ではない、身分制の社会でもないということを意味します、日本社会がね。さて岩崎弥太郎なんですけど、国内国外の販路を一定程度手中に収め、けれどそこにライバルやっぱり現れたんですね。まず弥太郎が公園としていた大久保利通が西南の駅の翌年暗殺、そして大隈重信も明治14年の政変でもって失脚。そこへもともと三菱と反りの合わなかった長州閥ですね、伊藤博文、井上薫、品川弥次郎、こういった人々が、長州といえば三井ですから、三井、そして大倉、そして渋沢栄一もそうですね。で渋沢、この辺りと手を組んで共同運輸会社っていうのを設立したんですよ。共同運輸会社、これは手強いですよ。共同運輸会社、バックは長州閥、そして渋沢、大倉で増田隆ですね、三井の。つまりまたね、その弥太郎にとってはまたダンピング競争かよっていう、でこの共同運輸とのダンピング競争の渦中で弥太郎は亡くなりましたね。50歳ぐらいでしたね。弥太郎、そして龍馬が同い年ぐらいで、維新の頃31、2ですね。維新の頃31歳32歳ぐらい、龍馬はそこで倒れるんですが、その後弥太郎は50歳ぐらいまで生きた、明治20年ぐらいまでは生きたということになります。ただし50歳は早い、長生きしたとは言えませんね。つまりそれだけね、もういろんな会社とのその
競争がもう社長の弥太郎にもうガシンとのしかかっていたんですね、人生全体で。だからもう胃がんという病名なんですけど、なるほどと、ストレスかかったんだな弥太郎さんって思っちゃいますね。で、その弥太郎の死期を早めたとも言うべき共同運輸とのダンピング競争ですけど、弥太郎の亡くなった後に三菱と合併して日本郵船になりましたね。だからこの日本郵船がもうなんて言うんでしょう、三菱の流れ組む蒸気船会社日本郵船、三菱財閥の基礎を作った弥太郎、その後は弟の弥之助、三代目は弥太郎の息子久弥、四代目は弥之助の息子小弥太、そしてこの岩崎小弥太の時に大東亜戦争の終戦、財閥解体により三菱財閥は一旦は消滅することになります。今日本社会を見る場合、三菱重工、三菱商事、東京三菱 UFJ 銀行、三菱マテリアル、三菱地所等々ですね、その三菱財閥の、三菱電機もそうですね、もう揺るぎなき、地位を日本社会に占め、そして社会にも貢献していると言っていいでしょう。そもそも三菱がなかったら、まあ、今の日本はなかったでしょうね。弥太郎の果たした役割は大きく、後世への影響も大きい。なぜか悪人で描かれますね、この弥太郎さんも。ドラマでは渋沢栄一を主人公とするドラマ映画、そういうのがいくつかありますが、そこで出てくる弥太郎は金の亡者ですよ。金の亡者のおっさんで出てき、そして論語とそろばんの渋沢栄一がそれに真っ向から反対するっていう、そういうストーリー。あるいは坂本龍馬を主人公にするならするで、颯爽と登場し、政治力あり弁舌爽やかな龍馬に対し、誘惑に弱く、金に汚く、そして影でこそこそ立ち回る弥太郎、そんな描き方されますね。まあドラマや映画を面白くするために悪役には一定の悪役っぽさが必要っちゃそれまでですけど、実際の弥太郎はそのようなものでもありませんでしたね。ここは冷静に見つめておくべきでしょう。ただし放送の中でも申しました、清少であったことは間違いなく、政治家とのコネクションが弥太郎の仕事において大きなウエイトを占めていた、これも間違いありませんから、まあ後で映画やドラマを作るとき、しかも弥太郎が主人公でないのなら、おこいつは悪役に仕立てておけとなるのでしょう。夢ラジオ第572回、今回は経済人岩崎弥太郎を取り上げました。土曜日の午後、明るい空です。